クルクシェートラは、インド、ハリアーナー州の都市、またはこの付近一帯を指す地域の名前である。聖なる地を意味する、ダルマクシェートラとしても知られる。プラーナ文献には、バラタ族のクルオーが、クルクシェートラという名前の由来となっていることが、語られている。クルオーは、インドのジョジシ、マハラバーラタで語られる、カウラバとパーアンダバの先祖にあたる。このジョジシで語られる、 カウラバとパーンダバの戦いが行われた場所がクルクシェートラであり、アルジュナの抱える葛藤を監守したクリシュナがバガバットギーターを問いた地でもある。ゆえにヒンドゥー教徒にとってクルクシェートラは重要な意味を持っている。神話に語られるクルクシェートラは都市ではなく地域であり、歴史的にはテンザーがこの地域の中心都市であった。クルクシェートラという都市は 比較的新しい街なので注意が必要である。1947年にクルクシェートラに難民キャンプができるより以前はテーンザーがこの地域の中心地であった。1950年代のインド独立の動きの中でクルクシェートラが人を集めるようになりテーンザーの街を飲み込んでしまった。そのためテーンザーもクルクシェートラの一部であると勘違いされる傾向がある。テンザーは 神の血を語源に持っている。柴神を祀るテーンザーマハーデーブ寺院はこの付近では最も古いヒンドゥー寺院であると信じられている。このヒンドゥー寺院はクリシュナとパーンダバの兄弟たちがブーンを祈った場所とも言われている。地元に伝わる伝承はテーンザーの近くを神話に語られるクルクシェートラであると同定している。クルクシェトラの近くにはアミンという村があり、そこには 鳥の跡が残っている。この鳥は、アビマニューのものだと信じられている。2012年、クルクシェートラの持つ宗教的意義から行政は、食肉の販売、所持、消費を禁止した。マハーバーラタの写本、クルクシェートラの戦いが描かれている。プラーナ文献では、クルクシェートラという名前が、バラタ朝のクル族の王に由来することが語られている。また、 ほぼすべてのプラーナ文献で、クルクシェートラは、都市ではなく、地方として言及されている。その範囲はおおよそハリアーナー州の中部、西部からパンジャーブ州の南部にまたがる。アーラニアカによればクルクシェートラは、パンジャブ州、シラインド、トゥルギナの南で、メイワートのカンダバの森の北、タール砂漠の東、パリンの西に位置する。クルオーがこの地を訪れた時には、 ウッタルベディと呼ばれており、ウッタルベディの時代には様々な帝国が変わる変わるこの地を支配していた。この地は時期によってウッタルベディ、ブラフマベディ、ダルマクシエトラ、クルクシエトラと呼び名が変わっている。クルオーがこの地を訪れた時、最初に首都を置いたのはアッサンドであり、現在のクルクシエトラの街より随分南になる。その後、インドラプラスタ、 ハスティナプールと首都を移している。後に、クルの一族を二分する、マハーバーラタの戦いがクルクシェートラの地で繰り広げられる。その戦いの中で、クリシュナがバガバットギーターをアルジュナに説いた。アルジュナ像、アルジュナチョーク。バーマナプラーナでは、クルオがこの地に身を落ち着けることになった経緯が語られている。この文献によれば、クルオは、 サラスバティカハンに八つの美徳が深く根付いていることに気がつき、それを理由にこの地を本拠地に選んでいる。八つの美徳とは、厳格さ、真理、寛容さ、優しさ、純潔、慈悲、消え、ブラフマンに従っているようである。ビッシュヌ人は、クル王の慶願に委託感激し彼を祝福し、二つのことを約束をした。すなわちこの地を、クルの名で知られる聖なる地とすること。 そしてこの地で命を落としたものをすべて天国へ送ることの二つである。文献で語られるクルクシェートラはサラスバティ川とドリシャドバティ川の間に存在していたとされるが現在これらの川は存在していない。アショウカ王の時代にはこの地に世界中から人を集めて学ばせていたことが考古学的に証明されている。その後ハルシャバルダナの時代にクルクシェトラは 最盛期を迎える。中国の僧、玄状三蔵が庭園座の町を訪れたのが、この時期である。現在の庭園座の町は、春ャカテラと呼ばれる、小高くなった位置に広がっており、この丘には、春ャバルダナ時代の遺跡が残る。ありがとうございます。